皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もドラゴンクエストビルダーズやっていきたいと思います。どれどれ、ブラウニーがね、ブラウニーちゃんそこさ敵いるけど大丈夫？よいしょ、オッケー。こんなところに持って帰れる壺じゃねえ、井戸があるぞ。ちょっと待ってね、これ持って帰れるものだけ先に集めまして、何ブラウニーちゃん。お、君が長老が言っていた。シロって人間だね。僕は人間が大嫌いだけど、長老が君を助けてやれってうるさいんだ。長老の命令じゃ仕方ない。君に道案内だけしてあげるよ。ここはドムドーラって言ってね、もうずっと前から何もない場所なのさ。何もないけど大木槌の里にはいろんな素材がある。興味があるならいろいろ探してみるんだねと。おお、なるほど。まずはね、あの素材の方をお持ち帰りさせていただきたいと思いますよ。レンガ作りのあれだな、これレンガのあれや素材や。よいしょ、ちょ取れないわ。まあいいや、行こう。クエストあっちだな。そこサボテンいっぱいあるな。サボテンいっぱいあるな、本当に。なんか鉱石みたいなのも見えるんだけど。あ、なんだあれ、本があるぞあそこに。痛い、うまく避けられんな。よし、サボテン、よし、こうやって取るんですな。いや、何か作れるかな、このサボテンでね。新しいレシピがこうひらめいてさ、なんかいい感じのが作れるといいな。よしよし。でもちょっとこれ、これもいただこう。マーブル石か砂か。なんかもね、こういただきましょうかね。よいしょ。よいしょ。これ、上のやつ取るの難しいな。人がいるぞ、あそこに。誰や、あれ。話しかけてみるか。へえ、君は私の姿が見えるのかい。これは何とも素晴らしい、何とも珍しいか。幽霊である私が見えるとは、君は少し他の人間とは違うようだな。ん？私かい。私は生前料理の研究をしていた美食家でね、長年の研究の末、ついに至高の調理器具レンガ料理台を作り出せたと思ったら、美味しい料理を求める魔物に襲われ命を奪われてしまったというわけさ。料理というものは魔物をも狂わせる。君も気をつけてくれたまえ。ちょっとおい、聞いてないよそんなの。私はただちょっと人に話しかけただけなんですよ。ちょっと回復しようか。回復、銅の剣にして。危ない。あら、いなくなった。また湧いてきた。そうか、一定の距離離れるとダメなんだね。オッケーオッケー、任すときな。このまま。危ね、やっぱヒタンダーウェイは大事だな。お、サソリのこれ角が手に入ったところ、いいね。オッケー。いやー、もうなんてやつだよ。敵がいるんだったらさ、先にこう教えてくれないと。心の準備とかさ、そういうのあるからね。よいしょ。いや、もう気をつけないといかんの。よいしょ。もう一回話しかけるかな、さっきの人に。なんかレシピとか教えてくれたりするかもしれんな。よいしょ。さて、どうや。おや、魔物を倒してしまったのかい。君もこちらの住人になれるところだったの。不吉なこと言うんじゃないよ。おお、そうだ、私のことが見える君に一つお願いしたいことがある。私が長年続けてきた研究、料理の研究とその極意を受け継いで、これからこのアレフガルドの世界で最高の料理人を目指してくれないか。どうだい、悪い話じゃないだろう。アレフガルドの料理を復活せよってやつさ。いいね。ん？
物を作るのに忙しくてそんな暇はないだって。料理だって立派なものづくりじゃないか、このおたんこなす。すげえ殴られてる。料理はただ空腹を満たすだけでなく、人の心に光を与えるものなのだ。君がもしこの世界を救おうとするのなら、私の料理を継承し作り出していってほしい。うん。君にレンガ料理台の作り方、いいね、ありがとう。頼む、どうか私の料理の力をアリフガルドの復活に役立ててくれ。いや、いいね、ありがとう。ひらめいた。やったね。これでなんかいいの作れるようになるわ。うん。で、ちょっとこのなんか、こじゃれたものは回収。肉料理プレート。おしゃれテーブルか。いや、いいね、いいね。新しいアイテムですわい。そして、こう、サボテンもね、いただきましょう。よっしゃ。いや、新しい素材、うまうまだね。うん。こらいいぞ。鉄か？これは。よいしょ。ん？鉄か。ん？砂のマーブル石。鉄のインゴットひらめた。マジか、これ。いやいや、これ。ほんと便利だよね、このなんかあの、回し切りみたいなの覚えたからさ。こうなんか作業はかどるよね。皆さんもやっておりますでしょうかね、これで。非常にこれ素材集めに有利です、有効です。うん。あ、使っちゃった。よし。いやー、本当に忙しい感じになってきたな。あの、新しい場所にも行けるようになったからな、これ。盛りだくさん、あえて盛りだくさん、盛り盛りやね。うん。もう掘っても掘ってもさ、鉱石がさ、いっぱいあるからね、なんかもう全部掘り尽くしちゃいそうな勢いでね、やりかねない。うん。まあまあ、行きましょうかね、ちょっと。クエストはこちら辺かな？こっちだな。あっちだ。とりあえずクエストの方に行こうか。うん。ついね、寄り道をしがちなんですけど、私。だいぶね、あの、寄り道が過ぎるんですよ、いつも。よいしょ。ちょっとサボテンだけは、ちらほら取らせていただいて、クエストの方にね、行きましょうか。うん。ね、こっち、あ、いる、人がいる。あら？何これ？ちょっと待ってください。敵が来てる。この、石の剣も使っちゃわないとな。ついなんかあの、武器とかさ、作りすぎちゃって、いっぱい持ってんだよね。よいしょ。お？しっかりとした、これ。なんか手に入ったな。松明を置いてだね。これなんだろう、下のやつ。お、あ、これ泥のあれ、沼でしょうか。あ、危ねえ危ねえ、入っちゃうなこれ。欲にくらんでね、欲にくらんで取っちゃうわ。よいしょ。ダメージ1ぐらいね、どうってことないわい。取っちゃう取っちゃう、もうこれ取っちゃう。うん。毒のなんかあの石みたいな、ありがてえなこれ。 1程度ね、気にせんよ私は。いや、あ、この中じゃ使えないのかな、うまく。くれえな。なんかそこに人がいるんだけどな、話しかけないといけないと思うんだけど、広いなっちゃったなこれ。よいしょ。もうこん中入って取った方が早いな。よいしょ。いや、いいねいいね、取れるね。ちょいちょい食らうけど、まあまあ気にせんよ。こんなもんか、毒のあれは。よしよし。こっちも全部いただきますわ。うん。このなんか毒のやつとかも持って帰れないのかな？この毒の液みたいな。どうなんだろう？今はまだ持って帰られたりしないだけかな？お？なんか家の跡地みたいな、なんか。なんだろうか。家の跡地なのかな？よいしょ。ま
まあちょっと回収回収作業に私励んでおります。うん、いや楽しいね回収作業。うん、皆さんもどうでしょうか、こんな感じでやっておりますでしょうかね。なんか回収が楽しくてさ、なかなか私ストーリーがね進まない感じなんですけど、うん、なんかこう建築するのにね結構素材集めとかね非常に楽しんでおります。ちょっと回復してと、守りが見にくいからね、夜になるとちゃんとこの松明を持てないとね、うん、見えなくなっちゃう。よいしょ。あー、これ壊せない壁なんだ、取れないね。うん、ちょっと朝になったら話しかけてみましょうかね、あの方に。なんか私に用事でしょうかね。ま、間違いなく用事でしょうな。うん、というねゆるっとした感じで私ドラゴンクエストビルダーズね楽しんでおりますよ。よし、いやーこれ家に帰ってさ建築するのもね楽しみだな。こっちだよって言ってるの、まあ話しかけてくれよって感じなのかな。うん、よいしょ。暗くてやっぱ夜は見にくいね。うん、松明持ててもねちょっと見にくい感じですわ。お、石垣地っていうのが手に入ったの。これただの石垣じゃなかったんだな。ちょっと変わった石垣のようですね。うん、よいしょ、これも回収してと。オッケー、こんなもんかね。よいしょ、じゃあ話しかけようかな、あの子にね。やっとこさ満を持してね話しかけていきたいと思う。あ、なんかあるんだけど、ちょっとまず話しかけようか。なんかピリンちゃんみたい。あれ、ピリンちゃんじゃん。あ、シロ、こんなとこで何をしてるの。え、ピリちゃん、へー、ロンドンに言われて鍛冶屋を探しているんだ。相変わらずあのヒゲ親父に、馬車馬のように働かされているんだね。結構言うねピリンちゃん。ピリンこそここで何をしているんだって。あんなヒゲの使いっ走りはやめて私と一緒に逃げちゃわない。実はね、私あの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方がないの。どうした、私と一緒に逃げよう。私と二人っきりで暮らそうよ、地獄の底で。はい、あ、ちょっと嘘つけ、泥棒の始まりだ。いや、ピリンちゃんじゃないと思ったよ、絶対。あぶれ。あいつ結構突進していくな。あ、いた。ちょっと回復センターまずいな、これ。やくそ。あぶね。あぶねえよ。あいた。あ、なんかひるんでる。悪魔の騎士を倒した。鍵が手に入ったところ。そこに入るための鍵のあれかな。そこに誰かいるのと。いやー、ピリンちゃんおかしいと思ったんだよね、やっぱり。悪魔の騎士ってあんな風に人のモノマネみたいなのもできるんだね。よし、ちょっとこれ手に入れとこ。この緑色のね土はこれちょっとおしゃれな感じにね家を作れるかもしれんから取って帰りましょうか。あ、お傷が壊れてしもうたわ。あ、ちょっと待ってくれ。敵が、さ、小敵が。オッケーオッケー。ね、本当にね、なかなか進みませんな。いやー、欲しくなっちゃうんだよね、ついついさ、こういうの新しいの見ちゃうと。皆さんもでもこんな感じでね、ドラゴンクエストビルダーズ、いや本当に進めてるんでしょうかね。私みたいなこう貪欲な感じで、貪欲とかもうねがめつい感じでやっておりますかね。うん、非常に私がめついですからね。これアイテム欲しいとかって感じになっちゃうからね。 OK、
よしよし、これで全部手に入ったかな。この紫色の土は。あ、来てるわ。ちょっと来てるやん。なんかみんな来てるやん。危ねえな。よいしょ。オッケーオッケー。さて、それではね、入りたいと思う。ついに。うん。誰かそこにいるの、うん、助けを求めてるからね。オッケー。これでね、使いましょう。あ、鍵だ。鍵にしないというか、鍵がないんだが。あー、どうしよう。鍵。鍵。鍵がね、私鍵持ってないわ。鍵持ってなかったわ、これ。しもたな。とりあえずここに、これ置いとこう。うん。これでいつでも帰れるようになるんだったかな。あの玉ころ置いとくと。まあ、いや、行けなかったから、とりあえず、戻りましょうかね。うん。他に近くになんかあるかな。ちょっともうちょっと探索してもいいけどね、これ。いや、ガラスも作れるようになったから、家帰るのも楽しみだな。ガラス張りの部屋とかもなんか作れるようになるのかな。よいしょ。よいしょ。回収させていただこう。うん、そこはマーブル石なのかな。うん、誰が断られてるんだろう。とりあえず家に帰って鍵を持ってこないことにはね、何のこっちゃか分かりませんわ。鍛冶屋かな、もしかして。閉じ込められてる。なんか鍛冶屋を探してくれっていう話だったもんね。すっかり忘れとったけど。そうかもしれんな、これ。よいしょ。うん、まあとりあえずちょろっとね、戻りましょうかね。戻りたいんだがね、鉄がなかなかこれ戻らさせてもらえんな。アイテムいっぱいでね。いやいや、ザクザクだね。いいね。よいしょ。キメラが来てんな。あ、すっげえあんじゃん、ここ。めっちゃあんじゃん。あ、キメラもついでにやったみたいね。よいしょ。いや、これ、いっぱいあるわ。マジか。よいしょ。帰れんわ。なかなか帰れんわい。大量すぎて帰れんわい。ほんとにいっぱいあるな、ここ。いやー、申し訳ないですな。ちょっと寄り道が過ぎておりまして。こんなもんかね。こんなもんでしょうかね。まあまあ、これで帰ろうかな。なんかもうキリがなくなっちゃう。うん、キリがね、なくなっちゃいますから、そろそろ帰りたいと思う。やっぱ鍵をね、取ってこないとダメだわ。 OK、 これで帰ろう。プーン。よし、無事到着。あら、これ誰だろう。新しい人だね。やっとたどり着けました、この光の柱に。綺麗な建物にたくさんの人。これが噂に聞いた町というものでしょうか。この町はまさかまさか、あなたがお作りになったのですか。ということは、あなたがあの伝説のビルダーなのですね。これは何という感動、何という興奮だ。なるほど、ここは巨大なゴーレムを守る神として栄えたメルキドの跡地なのですね。私の名前はショータ。途方もなく長い間歩き続けてきた旅のものです。何の取り柄もありませんが、各地で見聞きしたお話をお伝えできると思います。いつの日かお役に立つ情報をお教えできる日も来るでしょう。お願いします。どうか今日から私もここに住まわせてください。オッケー。いや、人が増えたね。とりあえずちょっとアイテムをね、入れましょうか。うん。砂か。これ入れとこう。こちらにもね、あ、マーブル石。そっか、マーブル石はここなんだね。普
通のね、これ砂がいっぱいなんだよね。砂ちょっと持ってこうと。サボテンはこれ素材か。あ、やっぱ食べれる素材なんだね。なるほどね。あとは普通の素材もこれ入れときましょう。で、家具類と、うん、こんなもんかな。うん、あとここにねいっぱい持って帰ってきたから、そうそう、鍵が欲しかったの。鍵ちょっとねまずいろいろ手に入れてだね。こんなもんか。まずは移そう。うん、移すところから始まりますからね。マーブル席こっちに入れとこうかな。いやもう本当にね、あのめっちゃ A 型が出ますわ。うん、血液型がね出ちゃいますね、ついつい。マーブル席こっちに入れて、食べ物、サボテンは素材なんだね。みずみずしいサボテンの実か。あ、食べ物ではないんだね。素材はこっち。うん、いやなんだかんだでね手に入ったからね。うん、家具はこれか、ラウンドテープ。うん、いいですね。あとこれは何だろう、毒沼の土か。よし、結構こう行ったり来たりがねありますけど、よいしょ、あ、鍵があるね、ちゃんと。よいしょ、早いところ、この移動をこう終わらせて、ね、冒険に行きたいところなんですけど、まあ、土はちょっと入れとこうか先に。素材素材と、宝石で、あとはこういう家具を入れてと。うん、 OK、 まあ、あと 1,2 回ぐらいの往復でこう済むかな。鍵は一番最後に取ろうかな。もうあと1回ぐらいかな。よし、 OK、 あともうちょっとですわ。よいしょ、いや結構いっぱいになってきちゃったな、こんなか。ブロック用のなんか新しいあれチェストみたいなのも作らないといけないな。もうちょっと入んなくなってきてるもんね。よいしょ、こんなもんかね。でテーブルと、いやおしゃれなテーブルが手に入ったのはいいね。でなんかいいの作れるかもしれんぞ。またこれだ、鍵。他には特に、あー、どの剣出しとこうかな、一本。うん、 OK、 であとマーブル石をしまってと。でみんなそういえばなんか作ってくれたりしてたかな。1日1回はねこれ入れてくれるからね、結構入れてくれてるね、ありがてえわ。扉をちょっとこう新しいのに変えときましょうかね。これまだ自分じゃ作れないんだよね、この扉。どうかな。お、いいね、おしゃれになった。あとはちょっとしまっておこうかな。また帰ってきた時にでもちょっと建築をこう進めていきましょうかね。あと食べ物、あ、めっちゃお腹空いてんじゃん、もう。あ、結構限界なぐらいお腹空いてきてるわ。よし、あ、桃がきと目玉焼きと、うん、ちょっと桃がきの実は食べさせていただこうか。よいしょ、目玉焼きと、うん、これでお腹いっぱい。とりあえずちょっと寝るか。いつもなこの寝るの難しいんだよなここはい、
鍵も開けたいんだけど、新しいクラフトが増えたはずだからちょっと見てみましょうかね。まずは食べ物、ウサギステーキ、これちょっと作っとこう、ウサギステーキ。あ、そうだ、森のサラダもちょっと作っとこう。うん、こんだけか。食べ物は2つだけ増えたんだね。うん、で、あ、ガラス、鉄のインゴット、鉄のなんか作れるかな、なんかひらめた。木の扉、あー、これ作れなかったんだよ自分では。お、スコップ、マジか、これいいね、壊さずに入手できるか。お、剣の壁掛け、あ、マジか、おしゃれなのが、鎧の置物、いや結構増えたね。じゃあガラスは、ガラスでは何かひらめくかな。お、ドレッサー、あー、これも自分では作れなかったやつだ。ガラス窓、あ、いいね。うん、こんなもんか、とりあえずちょっと作っておきましょうかね。うん、他は、あー、こういうのが作れるようになったと。うん、これ傷薬作っとこうっと。他には何か増えた？あー、木の扉、うん、ガラス窓、ドレッサー、うん、あー、これ持ちたいな、ぜひとも。装備袋に入ったと。何個かこれ作って持ってこうかな。こんなもんかな。うん、じゃあちょっとこう新しい素材とかもこう入れておきましょうかね。ここに食べ物しまって、鉄の武器とかもなんか作れるのかなと思ったけど作れなかったな。倉庫に、うん、なんか置いてこうかな。これ石の剣、うん、1個置いとこう。で、その代わりにスコップを2つ、うん、持っていきましょうかね。よし、これでね、旅の準備できたから。